20代あるいは30代の時期に自分の人生設計を見定め、あるいは目論み、家を買うことや海外で自分を試してみたり、または自分の会社や店を夢見てその設計図の転生に線を引き始めている人がいるのだろうか。それはいるでしょう。僕の周りには気づかないだけでたくさんいるのかもしれない。でも僕は全然そんなレベルまで行ってない。まったく誰からも送られてこないメールを見て分かったんだけど、マックもモレムもプロバイダーとの契約もパスワードも僕のことを愛してない。僕のことを愛してない。なんか真夏の海辺で潮風を浴びながらコンピューターをいじってるような違和感が常に僕にはある。iPod なんて手に入れたら自分の人望のなさをビシビシ叩きつけられるような気がする。しかも僕は一人ぼっちでいないと一丁前になれない。女の子や友達といると欲しくもないものを受けようになってガバガバ買ったり、平気で嘘をかましたり、かっこ悪い自分で気づきながら飼いならそうとしたりしちゃう。そうすると一緒のうまく書きこなせない部分も考えないようになって、親のことや夜の匂いや虫の命やいろんなことに鈍感になる。そして呪われし僕の運命は、一人ぼっちにならないと自分を喜ばすことにできないこと。